タイムですね、フィンランドのロバニエミにいます。ロバニエミですね。で今町の中心を歩いているところです。で本日土曜日2012年の、6月の2日土曜日なんですけど、何かちょっとお腹すいたので食べに行こうと思ってレストランを探してるんですけど閉まってますね。例えばところがカフェサラダ&ドリンクス結構閉まるんだね。3時ぐらいで結構閉まるとこ多いみたいなんですけどね。ここはなんかそこ空いてますけど大丈夫なのかなこれ。この辺りがやっぱ街の中心ですね。やってるねこれ。バーみたいなやつねこれ。コミックフェスタです。スキャンバーガーで、ここ世界最北のねマクドナルドがここにあります。世界最北のマクドナルド、ここに書いてあったんですけどね。北緯66度の街ですからね。